はい、こんにちは、いちです。今日はスノードームを作りたいと思います。まず用意するのはパウダー。ラメでも白っぽいの何でもいいです。で、レジン。これをまず混ぜていきたいと思います。今日は2つ作るので、2つ分。で、パウダー。パウダーそんなにたくさん入れなくていいですね。少し、多分これぐらいかな。混ぜまーす。でですね、モールド。これに入れていきます。一つしかないんで、まあ、一個ずつ硬化していくしかないんですけど。こんな感じの。硬化します。しっかり硬化してください。土台が2個出来上がりました。こんな感じですね。まあ、これはじゃあサイドに置いときます。続いてですね、アクリルですね。最初粘土でやったんですよ。で、しっかりコーティングしてスノードームの中に入れたんですけど、もうひどいです。見てください、これ。コーティングが剥げてですね、こんな状態です。これがね、3つ。かり剥げてますね。こんな状態になります。なので皆さん、作るときは粘土はやめましょう。絶対に。はい、気を取り直して、アクリルのいつもの工程、モノマー。そしてアセトン。これはぷっくりさせるための裏技です。はい、ではまず顔と体をね、作っていこうと思います。はい、体を作ります。ちょっとね、大きさ違ったんですけど、まあそこはそんなに気にせずいきましょう。はい、お帽子ですね。決めていきますね。はい、できましたらですね、1個完全に乾いたら取ります。で、これもね、後ろをね、やっていこうと思うんですが、例のね、ひっつき虫をね、使いたいと思います。くっつけます。逆側もね、ぷっくりとやっていきましょう。反対失敗するとね、なかなか後で大変なので、慎重にやっていきます。ひっこぼし。はい、2つできました。ね、これで終わりじゃないんですね。取ります。この横見てください。こう断面できてますよね。ここをですね、ちょっとこう埋めていきます。後でね、削るので、ザクッと。はい、では削ります。フラットにしていきますね。
だいたいですね、だいたい削れました。あとでコーティングなどするので、そこまでね、ツルツルにしなくても大丈夫です。ではですね、この子に足をつけたいんですけど、本物は実はこんな感じで、こんな感じなんですよね。でもそれはさすがにちょっとサイズ的にもね、無理なので、ちっちゃな足をつけます。ちょんとこんな感じで、両方ね。足をつけることによって安定するというかね。安定してない ちょっといびつな形に見えると思うんですけど、コーティングすれば。で、あと円形のね、この円形の中に入れれば、あんまりわからなくなるんですよね。不思議ですね。じゃあ顔を描いていきます。この作業が一番緊張します。でもそんなにね、完璧ではないんですよ、元のとんがりくんもね。なので描きやすいというかね、ちょっとね歪んでもごまかせる。ここがね、優しさというか。お腹に見えました。はい。命が聞こえました。じゃあこっちも入っていきます。じゃあ2つできたので硬化しようと思います。軽くでいいですね。30秒ぐらいかな。はい、硬化したので星をつけていきたいと思います。ちょっとこれちっちゃすぎたかなと思うんですけど、まあ気にせずにレジンを出します。ジェルでもいいです。塗ります。慎重にやりましょう。ちょっとサイズ的にね、ちっちゃすぎましたか？こんな感じで、もうそのまま手に持ってですね、硬化します。では裏も。では大きい方、これはね多分ちょうどいいかなーって思うんですけどね。はい、2つね、星をつけました。こっち3つ。あ、でも、で、硬化します。こうね、くるくる回しながら。はい、ではね、トップを塗っていきたいと思います。これも慎重に。はい、トップ塗ってキラキラキラ、ツル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 になったので、このさっき作った土台にくっつけます。私はアイシングジェルでくっつけます。真ん中にね、ちょうど真ん中ぐらいにつけるので、ちょっと分厚めにね。取れないようにしっかりね。つけると。
動かせないのでね。ライトの方から来てもらいましょう。はい、くっつきました。